ヒノエチュード。アーサー・コナンドイル。大久保優役。第一部。医学博士にして退役軍医、ジョン・エイチ・ワトソンの回顧録から報告さる。第一章。シャーロック・ホームズ君。1878年のこと。 私はロンドン大学で医学博士号を取得し、続けて陸軍軍医の義務課程も収めるべく、ネットリーへ進んだ。そこで課程終了した後、正式に軍医補として、第五ノーザンバランドヒュージリア連隊付けとなった。当時連隊はインドに駐屯していたが、私の赴任に先立ち、第二次アフガン戦争が勃発。ボンベイに到着するやや、連隊は峠の向こう。 敵人深くにありと聞かされることになった。だが、境遇を共にする多くの士官たちと連帯を追い、無事カンダハールへたどり着くと、我が連帯がそこにいたので、すぐさま着任する格好となった。この戦役は、多くの者に論功交渉をもたらす形となったが、私にはただ、不運厄災あるのみだった。連帯を免ぜられ、 次に任ずられたのはバークシア連隊付けで、かくしてマイワンドの激戦へ参加したのである。戦闘の中、私はジェザイル弾を肩に受けたため、骨が砕け、鎖骨下動脈に傷を負ってしまった。寸出のところで、さっきみなぎるガージ兵士の手に落ちそうだったが、助手看護兵マリが勇猛果敢な行動に打ち出て、乳馬の上に放り乗せられた私は、 マリによって安全な英軍戦線までうまく連れ返されたのである。積もり積もった疲労と負傷とが相まって、私は衰弱しきってしまい、そのためおびただしい数の負傷兵と一緒にペシャワールの基地病院へ構想された。私は療養の末、病棟を歩き回り、ベランダで日光浴ができるほどまで回復したのだが、そんなとき、 インド領の呪いことチ,ョーチフスにかかり、病床に伏してしまった。数ヶ月間、我が命は峠をさまよった。意識を取り戻し、病状が上向いた時には、私はすっかりやつれを捉え、ついには医局から、一刻も早く本国へ帰還させよ、との診断が下った。早速そのまま、軍隊輸送船オロンティーズ号に乗せられ、 1>, 1ヶ月後、ポーツマス桟橋に上陸したのだが、私の健康は見る影もなく、祖国政府から無効9ヶ月の西洋許可をいただくというありさまだった。イングランドには親類知器が1人としておらず、空気のように気ままであり、1日11シリング6ペンスの支給額の許す限りは勝手に過ごせた。このような状況下では、全帝国における打機検体の吐き溜め、 このロンドンに私が居着くのは当然のことだった。しばらくストランドのプライベートホテルに寝泊まりし、無味乾燥な生活を送り、金銭を湯水のごとく使っていた。すると私の財源は底をつき始め、そこで二者択一を迫られている現状にようやく気がついたのである。この大都市を去り田舎へ引き払うか、 もしくは今の生活を根底から改めるか。私は校舎を選び、まずホテルを去ることを心に決め、車列レを幾分落としても良いからその分安い、そんな部屋を探し始めた。こういう結論に行き着いたその日、クライティリオン酒場の前に突っ立っていると、誰かに肩を叩かれた。振り返ってみると、なんと、 バーツで私の手術助手だったスタンフォード青年がそこにいたのである。この大都会ロンドンで知った顔を見て、私の寂しさも現れるようだった。席日、スタンフォードとそれほど親しいわけではなかったが、私が心のこもった挨拶をすると、スタンフォードも嬉しそうな顔を見せてくれた。私は喜びついでに、 ホルボーンで一緒に昼食でも取ろうと誘い、二人してハンスム型馬車で出発した。ワトソン、今は何をしてるんだとスタンフォードは驚きを隠せず聞いてきた。ちょうど馬車がロンドンの雑踏をかき分け走っている時だった。針金みたいに痩せて肌の色もクルミみたいじゃないか。私は、 我が冒険団を手短に聞かせようとしたが、話はホルボーンの中までもつれ込んだ。不幸話が終わると、スタンフォードは同情まじりに行った。とんだなんだったね。今はどうしてるんだい下宿を探していたな。なんとかいい部屋を手頃な家賃で借りられんかと苦心しているのだが。すると話し相手は、奇遇だな。 そんな言葉を聞いたのは今日君で二人目だ。なら私の前に誰かと私。病院の科学実験室で研究をしているやつでさ、今朝嘆いていたんで訳を聞いてみると、いい部屋があるんだけど懐具合に見合わなくて、かといって家賃を折半する人間も見つからないとか。なんと部屋と家賃を分け合うなら私などうってつけの男ではないか 私も一人よりはパートナーがいた方がいい。スタンフォード青年はワイングラス越しに驚きの目を見せた。シャーロック・ホームズを知らないんだったね。きっと一緒に生活するなんてまっぴらだって言うよ。彼と私では気が合いそうにないのかいやいや、気が合わないとかそういうことじゃない。ちょっと変わった発想をするやつでね、科学の方に目がないんだ。 なかなかいいやつだとは思うんだけど。医学生かねいや、それが先行が何かもさっぱり。解剖学に明るいし、一流の科学者とも思える。でも見る限り、体系的な医学の勉強をした様子はなさそうで。彼の研究はまさに気まぐれ奇抜。それでいて飛び抜けた知識の宝庫で、教授たちもびっくりだよ。本人に何をしているのか、 問いたださなかったのかねいや、聞いたことにはなかなか答えてくれなくて、本人の気が向けば、いくらでも話してくれるんだけど、ぜひとも会いたいね、と私。誰かと同居するなら、研究熱心で物静かな男がいい。まだ全開したわけじゃないから、せかせかしたり、ハラハラしたりするのはきつくてな。どちらもアフガニスタンで一生分体験してきたからもう結構だ。 どうすればその君の知り合いとやらに会えるのかねきっと実験室にいるよ。と相手は答える。何週間も顔を出さないこともあるけど、朝夕ずっと研究のために詰め込んでいることもあってね。よければ食後に馬車で行こうか。そうしよう。と私は返答し、会話は別の話題へと移った。 ホルボーンを後にして病院へ向かう道中。スタンフォードは私が同居人と決め込んだ紳士について23突っ込んだ話をしてくれた。馬が合わなかったからって僕のせいにしないでくれよ。実験室でたまに顔を合わせるくらいでそれ以上のことは知らないんだから。君が決めたことなんだから絶対責任を押し付けるなよ。馬が合わねば別れるまでだ。 どうもな、スタンフォード。と私は相手を険しい目で見つめながら話を続ける。君はこの件に乗り気ではないみたいだ。その男、気性が荒いとか何かあるんじゃないか遠回しな話はなしだ。スタンフォードは笑い。弱ったな。どう言えばいいやら。ホームズってやつは、ちょっと科学が過ぎるんだよ。冷血と言ってもいい。 例えば、彼が友人に新発見の植物性アルカロイドを一服盛るとかありそうだね。もちろん悪意じゃなくて、単に精密な行動が知りたいがための探求心から来ているというんだから。本人の名誉のために言い添えると、そのためなら自分が飲むことだってやりかねない。こと厳密正確な知識に熱を上げてるんだ。結構じゃないか。 まあ、でも度が過ぎるとね。解剖室の中、死体をステッキで叩いて回ると聞けば、その変人ぶりも分かってくるだろう。死体を叩くそう。死後どの程度の時間まで打撲症が現れるかの実証だとさ。現場をこの目で見たよ。それでも医学生でないとああ。その研究の目的も神様しかわからない。 まあ、着いたから、人となりを自分で確かめることだね。かくして我々は小道へ入り、大病院の一棟へ向かう小さな裏口をくぐった。私には馴染みの場所だから、案内もなく殺風景な階段を上り、漆喰の壁とくすんだドアの続く長い廊下を進んでいった。突き当たりの前に低いアーチ型の天井がついた廊下が分岐していて、 実験室に至るのである。そこは天井の高い部屋で、ガラス瓶が並んだり散らかったり、数限りなかった。足の低い大机があちこちにあり、上にはレトルトや試験管、青おび揺らめく小型の分前バーナーなどが散らかっている。部屋にいたのは一人の研究者で、奥の机に飲める格好で研究に勤しんでいた。 我々の足音に振り返ると、嬉しい声を上げ、状態を起こした。発見発見だと男は私の連れに声を張り、手に試験管を持って走ってきた。ヘモグロビンに沈殿し、それ以外には反応しない主役を発見した。たとえ金鉱を掘り当てたとしても、これほど喜びに満ちた顔はできないだろう。 ワトソン博士だ、シャーロック・ホームズ君。とスタンフォードは私を紹介してくれた。はじめまして。と誠意のこもった声で、男は私の手を信じがたいほど固く握りしめた。アフガニスタン帰りですね。どうしてそのことをご存知でと私は驚きのあまり聞き返した。男はにやりとして、お気になさらぬよう。 当座の問題はヘモグロビンです。この我が発見がいかに重要かお分かりになりますね。もちろん科学的に興味深くはあるが、実用の面では、そんな、これは近年最も実用的な法医学上の発見なのです。なんとこれでようやく結婚検出の完全無欠な方法が。さあ、こちらへ。と男は夢中で私のコートの袖を掴み、 研究をしていた机へ私を引きずっていった。先決を採取して、と男は自らの指に長い針を刺し、流れ出た血の一しずくを実験用ピペットで吸い取り、さて、この少量の血液を1リットルの水に加えます。出来上がった混合物が見た目、真水と変わりないことはお分かりですね。血液の割合は100万分の1以下。しかし、 間違いなく目に見えた反応を得られると。言うに同じくして男は白い結晶を少々容器の中に落とし、ついで透明の液体を数滴加えた。みるみるうちに中身はくすんだマホガニー色を呈し、ガラス容器の底に褐色粒子の沈殿が現れた。はっはと男は声を張り上げ手を叩き、 新品のおもちゃを与えられたこのように、危機器として見つめていた。これをどう思い出随分精密な検出法だと。素晴らしい素晴らしい旧式の具合薬法は非常に煩わしく、不鮮明なものだった。血球の顕微鏡検査とで同じこと。校舎など、シミが数時間経過すれば役立たず。だがこれならば、 血液が古くても新しくてもうまく反応してみせる。この方法が以前に発案されていたなら、今巷をのをの々と歩く何百もの人間も、とうに自らの犯罪の報いを受けていただろうに。そうですな。と私は小声で返す。犯罪事件はいかなる時も、この一点以下。何ヶ月も前に犯罪を起こした可能性のある容疑者がいたとする。 その人物の下着や衣服を調べると、褐色のシミが発見される。これは血痕かおでえか、サビ、はたまた果汁、一体何なのだ数多くの専門家をも悩ます難問だが、それはなぜか信頼し得る検出法がないからだ。さあ、このシャーロック・ホームズ法があるからには、もはや困ることはありますまい。話している間、 男の目はギラギラと輝いていて、胸に手を当てがったかと思うと、喝采を送る想像上の聴衆に対する返礼のごとくお辞儀をした。賞賛に値する。私は男の浸水ぶりにどぎを抜かれた。例えば、前年、フランクフルトでのフォン・ビショフの事件。この検出法の存在あらば、まさしく公主大義だった。あるいは、 ブラッドフォードのメイソン、ナウテのマラー、モンペリエのルフェーブル、ニューオーリンズのサムスン。この点が決め手になったやもしれぬ事件は何十件と挙げられる。さながら、歩く犯罪日誌といったところかな。とスタンフォードが笑う。その線で新聞を創刊したらどうだ名付けて、過去の刑事事件簿とか。読み物としても面白いものになるでしょう。 とシャーロック・ホームズは返しながら、絆創膏を指の刺し傷に小さく貼り付けた。気をつけねば。と私に微笑んでみせると、相当毒物に手を出していますもので。男の差し出した手は、似たような絆創膏や強い酸による発根とで、まだら模様のようになっていた。僕たちは用があってきたんだ。とスタンフォードは切り出し、 三脚の高い腰掛けに座ると、足でもう一つを私の方へ寄せた。下宿探し中のこの友人、君は折半する人間が見つからないとぶつくさいっていたものだから、連れてきた方がいいかなと思ったんだ。シャーロック・ホームズは、私と同居するという案を気に入ったようだった。ベーカー街に目をつけたスイートが、きっと僕らの肌に合うかと。 できれば、きついタバコの匂いを我慢していただきたいのですが、私もシップスを常々ね。なら結構、化学薬品がいつも手放せなくて、時折実験も、ご迷惑では全然。うん。他に僕の欠点はと。たびたび塞ぎ込んで、そのまま幾日も口をきかないことが、その時は、 不愛想だなんて思わないでいただけたら、少し放っておけばすぐ元に戻ります。あなたも言っておかなければならないことは同居を始めるにあたってお互いの欠点を知っておけば二人に好都合でしょう。反対尋問のような状況になり、私は笑ってしまった。私はブル子街でして、それからまだ神経が参っておるものですから、想像しいのはいけません。 とんでもない時刻に起きたり、極端な怠け者でもあります。元気な時は他にも色々悪癖があるのですが、今はこれくらいのものです。バイオリンの演奏は騒がしい部類に入るでしょうかと男は不安げに尋ねる。奏者によりけりですね。バイオリンの巧みな旋律は神々にも癒しとなりましょうが、下手な旋律となると。 ああ、なら問題ありません。と男はにんまりとして、もう決まったも同然。あとはあなたが部屋を気に入るかどうか。いつにしましょう明日の正午、ここに来ていただければ。二人で行って細かいことも決めましょう。わかりました。正午きっかりに。と私は男と握手を交わした。 我々は科学実験に戻った彼を残し、ホテルへ向かって歩き出した。それにしても、と私は立ち止まり、スタンフォードの方を向いてふと尋ねる。何がどういうわけで、あの男は私がアフガニスタン帰りと知っていたんだろう。すると連れは不可解な笑みを浮かべる。そいつがあの男の変わった癖なのさ。 みんなその手口を知りたがる。ほう、謎というわけか。と私は両手をこすり合わせた。味なことを。引き合わせてくれて君には本当に感謝している。人間の真に研究すべくは人なりとな。スタンフォードはさよならついでに、まずあの男を研究してみることだ。あいつこそが難問だとわかるよ。それに絶対、 こっちよりも向こうに自分のことを知られてしまうからさ。じゃあ元気で。ああ、そっちこそ。と返し、ホテルまでの道をそぞろ歩きながら、私は我が新しき地球に並々ならぬ興味を覚えていたのであった。